マルセル・エイメマルセル・エイメエイメマルセル・エイメイ、1902年3月29日から1967年10月14日は、フランスの小説家、劇作家、優れた童話も残している。マルセル・エイメは、フランスのブルゴーニュ地域圏、ヨンヌ県、地方行政区画にあるジョアニーで七人兄弟の末っ子として生まれる。父は、鉄で、一家は、 さほど裕福ではなかった。二歳の時に母親を失ってからは、母方の祖父母のもとに引き取られる。第一次世界大戦終結翌年の1919 19年、ジュラケンドル氏の高等中学を卒業。その後まもなく語学習得のため、ドイツへ留学する。途中兵器を挟んで周囲の進めで医学を学ぶ。目的で20歳頃パリに上京すると、新聞記者、銀行員。 保険外交員や映画、演劇関連のさまつな仕事等を点々として暮らし、結局、学業、仕事ともに挫折する。仕事の不守備については、当人の不愛想な性格、外見も影響したと見られる。その後病を得た、彼は療養のために地元のドル市に帰郷し、そこで小説の執筆を始める。フランスの田舎町に財を取ったゾラになぞらえられる。 重たい作風の小説作品がほどなく分断の注目を集めるに至る。1929年、ラテーブル・オー・クレーブスでルノード賞、1930年のラル・サンズ・ノムでポピュリスト賞を相次いで受賞すると、1933年発表のラジューモン・ベルトによって彼は作家としての名声を不動のものとする。同年制作の自作小説の映画化、 ラル・サンズ・ノム以降、戦前は1942年まで、戦後は1946年から1965年まで、ドストエフスキー原作の罪と罰などいくつもの映画のなりを、ダイアローグ、等の仕事に携わる。また、1934から1946年にかけて、連作の動画、レコンとジュシャペケイを発表する。 当初古典的で重厚な小説作品を下敷きとしていたとされる彼の作風は、その後不条理な設定のもと、人間性や社会の倫理面を風刺的に描写するおかしみのある幻想的な性質を帯びていた。それらは1943年刊行のレパスセムーアイのような短編集などによく現れている。第二次世界大戦中はドイツ軍占領下にあって、 命の危険を犯してまで迫害を受ける、ユダヤ人たちの擁護を行い、またその終戦後には、論文が反ユダヤ主義であるとの理由で先般としてを、問われた作家ルーフェルディナン・セリーヌ9歳に奔走、亡命先のデンマークで投獄されたセリーヌは、その後特者を受け放免される。いずれも、時代の趨勢となっていた戦場的な意見を拝して、誤解を恐れず、理性的な振る舞いを呼びかけたもので、 人物的に注目すべき豪単差を有していたことを示すエピソードと言える。1940年代まで彼の評価は主に小説家としての名簿に限られていたが戦前から書き続っていた戯曲が1948年にビューコロンビエ座で初演されると2年後の1950年に発表したクレランバードが演劇界の劇賞を浴びる。さらに2年後発表された。 ラテーテデスオトラがアンドレ・バルザックの演出により記録的なヒット作となったことで一躍時の人となった。1954年にはレ・キャトル・ベリ・テイズ、1955年のレ・ソース・イエア・デ・セイラム、1956年のレ・ワソ・デ・ルーンと、1960年代まで立て続けに戯曲を発表し、劇作家としての名声は上がるが、それにつれ活動に占める、 小説家としての比重は晩年に向けだんだんと低下していった。生前彼は記者などから個人的事柄を詮索されるのを大変嫌い、常々無口で気難しいという風に評された。1967年10月死去、65歳没、遺体はボンマルトルの三番三墓地に埋葬される。1988年ガリマール社の プレイヤード総書に彼の全3冊からなる作品集が収録された。1996年フランスにおいて代表作の一つ、壁抜け男がミュージカル化され、1年以上のロングランヒットを記録。日本では1999年劇団式により、初演、以後数度にわたり上演される。ふとじは翻訳、全役あり。翻訳のある作品については、 初役時の放題を採用した。エイメの作品は、数多くの映画、テレビ、さらには、新聞の漫画などに影響を与えた。パリに行くと、モンマルトルの一角にあるマールセルエイメ広場に、彼を検証する記念碑を見ることができる。そこには、エイメの戸のひ品、壁抜け男に由来する彫像が建てられている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。